していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。ディアムーン帝国物語断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー。そう面白い悪役令嬢もの作品。この漫画は悪役令嬢ものの作品の中でおまんじゅうが思う極めて面白い作品の一つなのぜ。どれくらい面白いかというと、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったくらい面白いのぜ。なのでここからはおまんじゅうによるほぼ布教活動みたいな感じだと思ってくださって差し支えないです。内容はバカで利己的なガチでパンがなければケーキを食べればいいと思っているクソバカな王女が主人公。こいつの国が革命軍によって包囲されて、王女はおバカ罪によってガメをベラ。ここから幼少期に時間が戻ってやり直しを始めるというテンプレ漫画なのだが、テンプレのタイムリープ、やり直しものというのは、前回は悪女で自分が思い至らなかったことがあったから私はガメをベラしたんだ、とか、主人公は心を入れ替えて、蓋の鉄を踏まないように行動するのぜ。ところがこの作品の主人公は基本的に地頭が悪いバカだから、タイムリープしても本質は一切変わらないという部分のシナリオが面白く、じゃあ何が変わったの？というと、徹底的に保身に走るという部分であり、自分のことを首ちょんとした、将来の革命軍の幹部になる閣僚だったりに徹底的に媚びを売るとか、そんなに言うならお前が仕事しろや、みたいな感じで、既得権によって官職に追いやられてしまった有能を重用したりと、ほぼ 100% 前世の支援だったり、前世で自分のことを首ちょんとした、有能なせいで既得権たちから煙たがられていた奴らを権力を使って、保身のためにガンガン重用していった結果、なぜか主人公のクソバカが神格化するという勘違い系コメディ漫画。ここからネタバレ？例えば1回目に自分のことを首ちょんとしたインテリクソメガネに対しては、1回目に主人公に恥をかかせた内容を支援から一言一句忘れずに覚えており、前世で言われたことをそのまま言い返して、どやってたら、なぜかあなたが神か？になって懐かれるとか、唯一クソバカの主人公のことを優しくしてくれたメイドを裏切らない正し剣として助けたら、バタフライ効果によってとか、主人公が行う保身がことごとく良い効果を生み出して、気づいたら聖女として持ち上げられているとか、そんな感じのコメディがとても面白い。この漫画は、シナリオの作りが異常にお上手で、相手だと思うんだけど主人公が心を入れ替えてとかそういうのはほぼない作りにしていて、その作り込みがお上手すぎて、ガチでシナリオがお上手なのぜ。主人公は基本ただのバカで、バカなだけで本質は善だから、読んでて全く嫌味にならないし、そういった主人公の性格設定もお上手なんだよね。それと作画もしっかり、上質なナロー系作品なので、エース級の作画担当がついているのぜ。ちなみにおまんじゅうは、この主人公が未来に発生するであろう対立？というかボス的な奴の行動方針を、以前助けたメイドがたった一言、私の姫様がそんなことするはずないじゃないですか？みたいな感じのシーンを見た時にあんこが震えた。あ、この漫画アニメ化するわ、と思ったのぜ。アニメ化する漫画ってたった一コマとかのワンシーンで、読者のあんこを静かみにする見せ方が入っていたりして、そういうオシャンだわとか、そういうのを感じる要素が入っているんだよね。なんというか、読者のあんこを動かす何かをふっと入れてくるのぜ。それとこの漫画のキャラデザというか、今背景に映っているアニメの作画でもいいんだけど、すっぽいバカっぽい少年っぽい顔つきしてて、普通にお上手だわって思いました。まる、この漫画のシナリオは本当に並の作家じゃできないくらいの神シナリオしてて、よくもキャラクターの本質を変えずにここまでお上手な作品に仕上げたな、たまげたなーって作品なのぜ。放課後アサルトガールズ、1990年とかに出版されていたら多分アニメ化するか少なくとも OVA 化したんじゃないかなって思えるシナリオがお上手な、ナロー系とか MMO デスゲームの走りみたいなお上手な作品。内容は JK たちが夜の銀狐さんチームとタヌキさんチームに分かれてバトルフィールド1942をするって感じの漫画なのだが、敵の装甲車を発見なのぜ。内容は女子校に宮兵なる狐が現れて僕と契約して兵士になってよという感じではないけど、なんやかんやあって JK たちはバトルフィールドに強制転移、クラス全員異世界転移ものなのぜ。そこで突撃兵とか衛星兵とかのジョブが解放されて、各自それぞれジョブを手に入れてズンビーたちが迫り来るので、そのズンビーたちを相手にバトルフィールドを始めるという感じの漫画。
漫画としてというか、範囲設定中ですねという部分は JK チームは数が少ないけど、公平だったり突撃兵みたいな感じで強力な兵科を使えるという部分、一方の敵側はゾンビーなので、万歳突撃するみたいな戦略的なことはできない。しかし数の暴力で攻めてくるという感じで、コールオブデューティーのおまけに入っているゾンビーハントみたいな構造ができている部分は、FPS 好きって感じでベネ、JK たちはヘイローよろしく、シールドがあって、ダメージを受けると衣服が破れるというラッキースケベーシステムを採用しているので、読者を飽きさせない工夫がされているし、この人ヘイローだったり FPS ゲームやっぱ好きなんすねー、という感じがひしひしと伝わる。古き良き FPS ゲームのキャラクターを JK にして遊ぶという感じのよくできた漫画。シナリオも、オチもあってしっかりしてて、ランタンとどういう感じなのかが分かってきて、それもそれで面白いし、作画もゆるゆりっぽい作画でお上手で可愛らしいし、ラッキースケベイもあるとほぼ完璧なのぜ。アドニス転生した女騎士は二度目の人生を宿敵に捧ぐ、アマゾン系フルカラー漫画。アマゾン系というのはフルカラーで1話が10ペリカとかで売ってて安いけど、1話だいたい8ページとかそんな感じのアメコミっぽい形式の漫画なのぜ。それとジパングの伝統的な漫画は右から左に話が流れますが、アマゾン系はアメコミと同じで左から右に話が流れます。内容は一度目の人生でどんなにレベリングをしても勝てなかった革命家みたいなメインヒーローがいて、そいつに対して悔しいです。押して最後にはそのメインヒーローの革命家に倒された。心じゃない感じの女騎士が主人公。こいつがなんやかんやあって時間が巻き戻って幼少期からスタートするんだけど、今度は早めに剣士のレベリングを始めて、今度こそ革命家を倒そうぜ、という感じの体で始まる、息の長い革命家とのラブロマンス作品。ちょっと待つのぜ。そんな前振りしておいて革命家を倒すバトル漫画じゃないのぜ。どんなに頑張ってボディビルダーみたくムキムキになったとしても、人間がドラゴンとかに勝てるわけないでしょ？そんな感じですよ。ほら、忍者なんじゃ。でヒーローアニメがあるんだけど、メインヒロインの大場カオルちゃんがお熱を上げていた、殿様の裏番組の作品なのぜ。あれって大江戸の忍者が火曜バトルをするってアニメで、この漫画も序盤の前振りとかやり直しとかはほとんど要素になくって、主人公のこじらせと、メインヒーローのイキリこじらせのこじらせ恋愛を描くって漫画になります。シナリオとしてすげーなという部分はフルカラーでの作画がすごいって部分と、あとは、ナロー系のテンプレを踏襲しない部分。例えば大抵のテンプレの場合は1回目で両親が画面をベラしたとしたら、2回目のメインシナリオでは両親の画面をベラを回避するとか、そんな感じなのぜ。ところがこの漫画の主人公って前半はひたすらこじらせているだけで、例えば C シナリオがベストエンドルートだとしたら B シナリオに行くだけって部分がすっげーってなる感じの漫画。それとここからネタバレ？なんやかんやあってあんなにこじらせるくらいメインヒーローのことをこじらせているのに、メインヒーローが話してみるといいやつってなると素直に、そこから恋物語が始まる感じの展開になるとか、学園編が始まると性格がめちゃくちゃ丸くなるとか、読者やニーズを選ばない柔軟な感じがごいすうな作品。まあただ、タイトル通りの展開になるので、この漫画を例えばバトルものとかファンタジー RPG ものとか期待して読んだヘッズは、あれかもしれないけど、普通に恋愛ものですって感じで読めばって感じなのぜ。公爵令嬢に転生してしまったので、メンタル乙女な俺は、全力で女の子を楽しみます。趣味で描いた内容がないようなスローライフ漫画、内容がないような作品がダメだと、そういうことは2020年においては全くなく、例えば私生活を生放送するような YouTube が流行したりとニーズは多様なので、この漫画もそういったニーズに即したジャンルの作品と言える。内容はリーマンのおじさんがなんやかんやあってガメオベラ。そこから魔法とモンスターのいる異世界ファンタジーの世界の幼女に転生。この幼女は何度もループしている人生に疲れてしまったので、主人公のおじさんに体を明け渡したいという感じからスタート。ちなみにこの伏線はほとんど回収されないというか、伏線ですらないのぜ。そこが凄まじってベネなのぜ。ここからこの幼女がループものの悪役令嬢なのかな？って感じだが、このネタはほぼ一切出てこないとうてってしてエンタメをする感じではない。ひたすら貴族の日常を見たいという感じのニーズ向けに最適化されている。シナリオはほぼ金持ちで、家族中の良い貴族の娘のスローライフという感じの日常を淡々と描写するだけという感じであり、この漫画を主に購入する購買層が見たい普通の日常の風景を永遠と描写するので徹底しているし、ある意味ネトラレ好きの職人がネトラレ漫画を作るくらい徹底している。この漫画は現代知識無双をするわけではなく、
ドールとかゴスロリとかが好きな乙女おじさんが少女趣味に走る過程で、現代知識でお小遣いを稼ぐとかその程度だし、世界観も馬車とかがある産業革命前の時代だが、店の面構えとか商品は現代ジパングって感じのちゃんぽん。徹底してこの漫画を購入する購買層のニーズを汲み取る形でシナリオが進行するし、本当によくできているし徹底している作品。あとは宿女教育ってこういうことですよというリサーチ力がすごく、スープは最後まで飲まないとかそういった細かい知識のリサーチが徹底している部分もべね。この漫画は最も細かく宿女教育ってのが何なのかという部分の説明が入っている漫画なのぜ。とりわけ、一流の貴族はお金の使い方を学べとか投資を学べとか、自然とお金を増やす方向に行き着くようにお小遣いを使って教育するとか、その辺とか宿女教育とはとかマナーとはとかそういった設定だったり説明をとても細かくするので、その辺のリサーチっぷりはすごいし、この漫画の得意な部分がよく出ていてべね。